アスファルトフィニッシャーアスファルトフィニッシャーを使った舗装作業アスファルトフィニッシャーは道路等のアスファルト舗装のために使われる建設機械ディーゼルエンジン等の原動機を有し自走するその構造はアスファルト合材を積み込むホッパー原動機走行装置を有するトラクタ部分とアスファルトを敷き鳴らすスクリードからなるスクリード部には合わせ材を広げるためのスクリューコンベアや 合わせ剤を加熱するための加熱装置、合わせ剤を突き固めるためのバイブレーターやタンパが装備される。また、中小型のアスファルトフィニッシャーはスクリードが油圧式の収縮機構を内蔵しており、トラクタブから送られる油圧力により幅を変更することが可能である。この収縮機構により輸送時にはスクリードがトラクタブの幅と同等まで縮まり、作業時には 必要な舗装幅まで広げることができる。トラクタブは、原動機からの動力を油圧ポンプに供給し、走行用のモーターや、作業装置に圧力を供給する。走行装置には、ゴムタイヤを用いるホイールタイプとタイを用いる、クローラタイプがある。ホイールタイプは、大型特殊自動車として、ナンバーを取得し道路を走行することができる。 搭載するスクリードにより舗装可能な幅によってクラス分けされる。中大型の車両では運転者とスクリードの操作をするスクリードマンの2名で試行を行う。日本では6メートル以下のスクリード幅のものが一般的であるが、海外では9メートル、12メートルといった大型の車両も多く使用されている。大型の車両ではスクリードが収縮機構を備えず、 ユニットの着脱により幅を変更する場合が多い。プラントから現場に輸送されたアスファルト合材を積んだダンプトラックなどをアスファルトフィニッシャーで押しながら車両の前方にあるホッパーにため、ホッパー底部にあるコンベヤーで後方のスクリードの手前に送り出す。そこでスクルーによって合わせ材を左右に広げ、細い幅に広げたスクリードによって敷き鳴らす。敷き鳴らす際、スクリード底板は ガスバーナーなどで一定以上の温度に加熱しておく。また、スクリードの角度を変化させて、アスファルトの量を増減させて式な鳴らす厚みを変えたり、する。日本メーカー日本に輸入されている海外メーカー過去に、日本国内で製造もしくは販売していた会社。ありがとうございます。